めちゃモテないサックス、ゴーゴーじゅんさん、じゃんじゃん、始まるよ。皆様こんにちは、こんばんは、おばんでございます。サックスの近藤淳と申します。知っている人は知っている、初めての方は Nice to meet you。 はい、今日は人の楽器を吹いてみたシリーズ第2弾、北海道は室蘭市の和田博正さん、お元気でしょうか。やっと楽器が鳴りました。長谷楽器さんにお願いしてオーバーホールが出来上がりました。和田さんのところへ行く前に私が試運転してみたいと思います。 Begin the Begin をどうぞ。ビギンを送り出しました。ビギンのビギンは同じ字ではありません。始めるビギンと踊りのビギン、ビギンザビギン、そんなわけでした。で、この曲をリクエストしてくださいました方がまたまたわからなくてですね、多分 Facebook の方にリクエストをくださったのではないかと思うんですけど、申し訳ありません。私ですって一声お願いいたします。はい、ビギンザビギンを送りいたしました。和田さんの楽器、まだパッと変えたばっかりなんですけど、フランスセルマーの12万台のアメセルよりフランスセルマーのが僕は好きです。きっとこの子もまた吹き続けることによってもっともっといい音になると思います。いい子ちゃんです。はい、今日はトモコ大先生がカラオケを作っている機材を紹介したいと思います。興味のある方がいらして、なんで作ってんですかとか聞かれるんですけど、2012年に買った Mac、 はい、そしてその Mac につないぐこの安いってね、リーズナブルなイヤホンを使ってリビングでやっております。なので私がテレビをつけたりするとボリュームちっちゃくしてとか大きいか消してとか言われます。リビングで宿題やる派です。はい、鍵盤、たったこの小さな鍵盤でピアノ88鍵分をいろいろこうやってるんです。技があるんですね。アイテムの4つ目です。これをパソコンにこうつないで、ここにはなんとお寺2つ分2テラ、私のリード代なんかも問題ないぐらい高い音源が入ってると友子大先生がおっしゃっております。この4つを使って
私のためにカラオケを作ってくれております。そんなわけでいつも大変お世話になっておる智子大先生のアイテムを紹介いたしました。はい、今日はただ譜面を吹くだけだったので、とっても楽って言ったら変ですけど、アドリブもなく、まあ、そのメロディー吹くこと自体もこの、まあ、難しいといえば難しいことではないかとは思うんですけれども、僕メロディーを吹くのが好きで、この世界に入ったもんですから、こういう曲は大好きです。マウスピースも今日は5番を使いました。この子に合うのが5番かなと思って、いろいろメイヤーなんですけど、いっぱいお家にメイヤーがあって、どれを使うか本当に迷うメイヤー、全然つまんないな。ゴーゴージュンさん、ちゃんちゃん、また見てね。